フランスって車ぶつけるのはありなんですよね。その、まあ、車のバンパーってあれぶつけるためにあるんで、なのでこれがぶつかるのまではあの問題なしっていう。バンパーはじゃあもうその役目を果たしてるってことになるんですよ。それそうですね、あのぶつけるためについてるんで。なので縦列駐車とかってフランスの場合は押すんですよ。前の車を押して自分のところを作ってっていうのもありっていう、はい、やべえな、ううなんで、やばい、やべえ国だな、はい、いやだからフランスで高級車乗ってる人ってマジやばいんですよ。だからもうボロボロにされてもいいっていう覚悟がないと高級車乗れないんで、ってことはあれですよね、マクラーレンを後ろからあのプリウスで押してもいいってことですもんね。全然 OK です。そういうもんなんで、それ覚悟してるでしょっていう。怖え怖え、変わった国だなと思いますけど。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で弾けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録の方もお忘れなく。それではバイバイ。